よし、ひらぎくん。はい。チューニズム好きですよね。はい、もちろん、そりゃもちろん好きですよ。チューニズムの譜面好きですよね。はい、好きです。もうね、たくさんやってますから。じゃあ、譜面のこと分かってるよねってことで、チューニズム譜面アキネーターチャレンジやろうぜ。やりましょう。いやー、余裕ですよ、余裕。ね、まあ俺も余裕だけどね。早速1問目いきましょうか。はい、あれだな、これ何個か質問候補とか考えとかないといけないね。そうね。じゃあいくよ。はい、チューニズム譜面1分間アキネーターチャレンジ、よーい、はい、スタート。レベル14以上ですか？はいはい。オリジナル楽曲ですか？いいえ。いいえ。いいえ。なるほど。バラエティ楽曲ですか？いいえ。いいえ、いいえ。え？しこられるな。あ、じゃあ、劇前ですか？いいえ。は？って？いいえ？そやろ。じゃあ何？残り30秒。ここはですか？あ、はい。ジングルベル。おー、正解。うわ、マジか。残り23秒。うわいや、うまいんじゃない今のは。いや、ジャンルから絞るのはね、まあ、そうね、正解だったな。うん、あー、ちょっとうまかったな、はい、今の、うまかったね。じゃあ次はヒイラギくんが問題出して俺が答えるなってことで。問題出すね。オッケーオッケー。最初だから、まあ、ジャブで。じゃあ、これにしようかな。緊張するぜ。じゃあ、行きまーす。はい。1分間、譜面アキネーターチャレンジ、スタート！はい、マスター譜面ですか？はい。ロシェが作ってますか？いいえ。新筐体以降の譜面ですか？いいえ。アマゾン以降の譜面ですか？いいえ。スター以降の譜面ですか？はい。スターか。レベル14プラスですか？いいえ。14プラス以上ですか？はい。ワールドバンキッシャー。いいえ。違うか。劇前に移植されてますか？はい。大鳥居。あ、正解。ああ、よし。もう、50秒ちょいやな。いや、今の答える前に、第3機種でジャケット違いますかって聞けばよかった。ああ、お前な。それ聞いたら、なんか、ちょっと、いきり質問、一発かましときゃよかったな。お前な。じゃあいくよ。 OK。 チューニズム譜面1分間アキネーターチャレンジ、よーい、スタート。マスター譜面ですか？はいはい。レベル14プラスですか？はいはい。おー、アマゾン以降の曲ですか？はいはい。ニュー以降の譜面ですか？いいえ。いいえ。なるほど。クリスタルか。14プラスでしょ。バラエティですか？はい。はいはいはい。難しいな。クリスタルプラスですか？いいえ。いいえ。クリスタルですか？いいえ。待って待って待って。あと10秒。あと10秒、マジ？パラダイスですか？いえ。いえ、はい、終了。あー、むずい、むずい、むずい、待って、むずい、じゃあまあ、やばこれ、ゆっくり質問しようぜ。多分、パラロスとかの、パラロスの14プラスになるかな。あ、アマゾン以降ですかっていう質問、アマゾン含めちゃった、俺。
そうじゃん。そう、アマゾン以降ですか。はい。その後クリスタルってつぶやいてたの。もうこいつハマったと思って。やばいやばいやばい。むずいぞこれ。じゃあ、アマゾンの14プラスってこと。だよね。アマゾンかアマプラの。バラエティでいいえって言ってたっけ？聞かれてないんじゃないかな。ああ、そっか。では、オリジナル？あ、バラエティです。バラエティか。あれ、ウロボロス？いいえ。違うの？あの、あれでしょ、ジャングルの背景でしょ、アマゾンってことは。そうそう、ジャングル。定数とか聞いたら。ああ、なるほど。14.9。はい。エンドタイム。あー正解。うわあむずいこれ。難しいんだこれ。めっちゃむずいわ。うん、はい、じゃあ次の問題か。どうしようかな。いやーマジでね、あのレベル12とか12プラスの曲だと言われるとね、本当にわかんない。そうなんよ、ほんまにわからんだろ絶対これ。ね、絶対わかんないよね。1分間譜面アキネーターチャレンジスタート。マスター譜面ですか。いいえ。エキスパート譜面ですか。いいえ。アルティマ譜面ですか。はい。3以降に追加されたアルティマですか。いいえ。バラエティジャンルですか。はい。コナミの曲ですか。はい。DJ 吉高の曲ですか。はい。エレクリ。正解。おー、よし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 。早くない？早くね。残り20秒以上残ってる。おー、よしよしよし。早い早い早い。うまいなぁ。うまいなぁ。あと、このクイズ楽しいなぁ。めっちゃ楽しくないかこれ。最初なんか6問ぐらい取ろうとか言ったけどさ、もっと取ろうぜ。いやいや。どうしようかな。その質問しながら情報を整理する力がね、問われるよね。ちょっとじゃあこの辺行ってみようかな。この辺、怖い怖い怖い。怖いな。俺の好きな譜面でこれかな。おおおおおお、好きな譜面か。ヒント与えちゃった。もうヒント来ちゃったね。よし、じゃあ1分間チューニズム譜面アキネーターチャレンジ、よーいスタート。マスター譜面ですか。はい。マスター譜面、なるほど。バラエティ楽曲ですか。いいえ。いいえ。オリジナルですか。いいえ。なるほど。劇前ですか。はいはい。レベル14以上ですか。はい。ジャケットがギャルの子ですか。いいえ。14プラスですか。はい。ニュー以降ですか。いいえ。いいでしょ、ニュー以降でいいでしょ。高瀬リオンのジャケットですか。いえ。待って、ピチネコですか。3、2、あ、いえ。いいえ。終了。うわー待って、いいとこまで行ったかもしれないんだけど。ピチネコじゃないね。待って、劇前ってことはマイマイもあるんか。アポカリプス。いいえ。14プラでしょ。でもこれね、実は罠があって、うん、今は14プラスなんだけど、新筐体になる前は13だったんだよ。うわーずるない。だからなんか印象とちょっと違う、14プラスは。はい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 。音劇からの移植。はい。
ま、あ、メリゴ。あ、正解。うわなんか記憶がニュー以降で塗り替えられていってるから昔の譜面むずいなそうだね。ジャケットにギャルの子描かれてますかじゃねえんだよな好きだけど、でも14プラ以降で、あ、カルトフューチャーがあるのか。カルトフューチャーだけかな。カルトだけやな今んとこ、うん、じゃあ次の問題考えるか。旧筐体の譜面だったらなんか難しめの問題出してもいいよ。オッケー、じゃあ、はい、行きまーす。はい。1分間譜面アキネーターとレンジスタート。オリジナル楽曲ですか。いいえ。バラエティに彩り緑出来舞のうちどれかですか。はい。バラエティですか。はい。バラエティか。新筐体の譜面ですか。いいえ。マスター譜面ですか。はい。アマゾンより、アマゾン以降の譜面ですか。いいえ。エアーの譜面ですか。いいえ。初代ですか。いいえ。スターですか。いいえ。あー、プラスがついてるのか。エアープラスの譜面ですか。はい。エアープラス、レベル14以上ですか。はい。14プラス以上ですか。はい。カムイ。いいえ。BMS の曲ですか。BMS。1分。ああ、ちょっと、ダメだったか。BMS なはず。BMS だと思う。うん。BMS の曲で14以上、14プラス以上ですか。はい。レボさんの譜面ですか。レボ LC の譜面。いいえ。あ、違う。テクキチの譜面ですか。いいえ。キッチンじゃない。ピチネコの譜面ですか。いいえ。紙譜面だと思いますか。いいえ。思わねえのか。癖強いですか。はい。癖強いんだ。まあ、癖はかなりある方だね。だって全然わかんないぞ。バリスタはだって無印プラスだもんな。うんうんうん。ちょっと待って、マジで難しいな。ノート数2000超えてますか。いいえ。超えてない。ノート数少ない。キッチンじゃない。レボさんでもない。うん、猫でもない。うん。ムーンストリックスの譜面ですか。いいえ。ストリックスでもない。エアープラスだとギリいたかな。ゆかりの譜面ですか。いいえ。ゆかりでもない。あれ他誰いるよ。ロシェ聞いてないか。ロシェ。いいえ。ロシェじゃない。ザックさん。待って、分かった、リトハだ。いいえ。リトハじゃないんかい。え待って、リトハじゃねえの。リトハじゃない。100号。いいえ。100号じゃない。ハッピー。いいえ。他誰いるよ。あ、リオンさん。ん？リオンさんの譜面。いいえ。リオンさんでもない。決まってんな。だってミストルティンすき焼きはスターからなんだよ、あいつら出てきたの。うんうんうん。いやマジでだ、何ちょっと待って待って、バラエティで他絞れ、あ、待って、その作曲者の曲が他にも収録されてますか。はい、されてる。その曲はオリジナル楽曲ですか。いいえ。あれ、いや、グッドテック14だもんな。うん。しかもグッドテック猫だしな。待って、他誰いるんだ。マジで他誰いるんだ。チャンさん。はい。チャンさん。はい。チャンさんリト派じゃねえの。まあ、電撃シュールだ。正解。わかった。
沼ったね。沼ったわ。めっちゃ沼った。もうめっちゃ。むず、今のむずいけど、でも当てらんなかったのダメだな。リトハがちょっとかなりいい線いってたね。うん。いや、おもろいけどめっちゃむずいな、これ。いや、でも楽しかった。いや、当てらんねえとき楽しいわ。当てるのも気持ちいいけど。もう一問ぐらい出すか。え、ヒイラギくんってさ、うん。中に始めたのいつから？アマゾンからやな。あ、じゃあ大丈夫か、アマゾンからなら。ってことはアマゾン以降だね。あ、いや、今のは聞かなかったことにしてください。オッケーオッケー。はい。じゃあ、はい、1分間チューニズム譜面アキネーターチャレンジ。よーい、スタート。はい、マスター譜面ですか？いいえ。いいえ。ワールズエンドですか？はい。おお、ワールズエンドでしょ？今、ありますか？いいえ。いいえ。星の数は、2以下ですか？はい。はい、ジャンルは劇前ですか？いいえ。いいえ。バラエティですか？いいえ。スコットはオリジナル？オリジナルですか？いいえ。待って、星の数があれでしょ？ニコニコですか？いいえ。待って。どうにか投稿に絞られるでしょ。あと5秒。5秒。待って。終了。いや、むずいぞ。いきなりワールズエンド来られたらむずいぞ。しかもさ、今存在しないんでしょ。うん。今遊べない。今遊べないでしょ。うん。で、星の数が少ないってことは比較的簡単な譜面で。まあそうだね。ポパニ？いいえ。え、じゃあ東宝じゃん。いいえ。は？待って。言ってないで決まるよ。彩り？はい。クラフ面ですか？いいえ。彩りでワールズエンドで。星の数が少ない。多かったら嘘譜面になるんだけど、少ないんでしょ？少ないんだ。でも少ないのも嘘譜面あるわ。うん。ってことは嘘譜面だね。はい。スイカ終わりますか？はい。おお、名前が出てこないけど、あの 3D サウンドのやつだよね。そう、正解。でも正解でいいや。うん、正解です。 3D サウンド、なんだっけ、おのちゃんが真夏のビーチでスイカを叩き割る話。それ、正解。うわ、すごい。言えた。まあその後に隅っこイヤホン推奨ってついてるんだけど。あ、そうや。これね、嘘譜面だけど星1なんですよね。いや、引っ掛けやな。1分間譜面アキネーターチャレンジスタート。ポプアニ、ニコニコ、東宝のどれかですか？いいえ。オリジナルですか？はい。はい、オリジナルか。マスター譜面ですか？はい。レベル14以上ですか？はい。14プラス以上ですか？はい。15ですか？いいえ。14プラスか。新筐体の譜面ですか？いいえ。アマゾン以降の譜面ですか？はい。14.7 以上ですか？はい。14.7 ですか？いいえ。14.9 ですか？はい。14.9。エレメンタルエスニック。待ってな。スター、あー、ごめん、クリスタル以降の譜面ですか？はい。クリスタル、あ、クリスタルプラスの譜面ですか？いいえ。パラダイスか、パラダイスロスト14プラスで。
ハイヌエレ。いいえ。ああ、ちゃうか。メタバースレーベルですか。いいえ。メタバースじゃねえ。公募の曲ですか。いいえ。愚民レーベルの曲ですか。いいえ。愚民じゃねえ。パラダイスロストの曲ですか。いいえ。パラダイスの曲ジューンプラスオリジナル。うん。さすがに、あ、待って、シビラ精霊記の曲ですか。いいえ。シビラじゃねえの。マジでわからん。ノーツ数2000より多いですか。はい。2500より多いですか。はい。3000以上ありますか。はい。ヘキヘキ大炎上だな。そう。くっそ。ヘキヘキ大炎上だな。ちょっと意地悪やったかこれ。いや、いや、これはいい問題だったんじゃないか。普通にワップ解禁の曲だと思うもんな。ちげえのかよ。うん、なんかレーベルかなんかの曲だと思うしな。レーベルの曲じゃねえっていう。オリジナルなのにコラボの曲っていう。やられた。マジやられたわ、今。いや、悔しい、今の。答えたかったな。じゃあ、この辺にしときますか。はい。ありがとう。いや、こちらこそ。いや、楽しませてもらった。楽しかった。めっちゃ楽しかったわ、これ。意外とむずいってことが分かった。うん。なんか、正解できると気持ちいいんだけどね。いやー、楽しかったわ。楽しかった。はい。動画の終わりの挨拶考えてなかったね。いいラキと、ミトセで、はい、お送りしました。お送りしました。そうだね。それでいいか。ありがとうございました。バイバーイ。はーい、バイバーイ。